水野道君は、日本の実業家。株式会社、ソニーミュージックエンタテインメント常勤顧問、公益財団法人、ソニー音楽財団理事長。東京都出身、早稲田大学教育学部を卒業。1981年にソニークリエイティブプロダクツに新卒入社し、キャラクターのライセンスビジネスに携わる。2000年に執行役員に就任。 2003年に代表取締役社長に就任。2005年にソニーミュージックコミュニケーションズに異動となり代表取締役副社長に就任。2006年に代表取締役社長に就任。2008年にソニーミュージックエンタテインメントコーポレートエグゼクティブに就任。2014年にソニーミュージックエンタテインメント COO。 エムオンエンタテインメント代表取締役社長に就任。その後、北川直樹より打診され、2015年にソニーミュージックエンタテインメント代表取締役 CEO に就任。2018年にソニー常務に就任。2019年にソニーミュージックエンタテインメント代表取締役会長 CEO に就任。2020年にソニー音楽財団理事長に就任。 ありがとうございます。